あなたは今の自分に満足していますか？日々の忙しさに紛れて、この先どうしていくべきか、自分の未来を見失っていませんか？自分の夢を夢のままにして、諦めかけていませんか？心の奥底で、本当はこうありたいんだ、という理想や憧れ、希望を誰もが持っています。こうした夢を実現するには、まずはあなたの心をトレーニングして、改革することが必要なんです。そんなこと言ったって、性格なんて変えることはできないでしょ？こう考える人もいるかもしれません。でも、あなたの性格を構成する心は変えられます。心を支配するマインドは作り上げることができるんです。肉体をトレーニングすることで、筋肉や運動神経を鍛え、身体的な能力を作り出すことができるのと同様に、メンタルトレーニングによって心も作ることができるんです。人間の能力は 90% 以上が眠ったままだと言われています。つまり、あなたにはまだ 90% 以上の可能性が残されたままなんです。心に秘められた無限の可能性を人はもっと使うべきなんです。メンタルトレーニングとは、あなたの心の中に存在している宝のような可能性を見出し、いかにして人生に活用させていくかという心の操縦方法を磨き上げていくこと。これによって、自分でも知らなかった本当の自分の姿に出会うことができ、自分でも予想もしていなかった力を発揮することができるんです。この心の改革を実現するメンタルトレーニングがマインドの法則。マインドの法則により、あなたは人生を劇的に変えることができるんです。こんにちは、ハッピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、人生が劇的に変わるマインドの法則という本をご紹介したいと思います。マインドの法則とは、潜在意識を上手に操って自分の心を変えていけるというもので、トップアスリートや経営者の方々はもちろん、多くの企業で社内研修として利用されている心のトレーニング法になります。ちょっと驚いたのは、もやもやとした部分がなく、すべてが理路整然とロジカルに説明されているということ。どういう仕組みでどう変わるのかが、とても納得感のある内容になっています。著者は作家でありメンタルトレーナーでもある、来るあさみさん。彼女の様々な経験から、どのようにマインドの法則が作られたのかまでも、丁寧に語られているので、ますます、なるほど、と、うなずいてしまいました。今がなんだかもどかしい、とか、本当にやりたいことができていない、もしくは、わからないとか、今の自分を変えたい、という人にぴったりの内容だと思います。本動画では、マインドの法則の特に重要なポイントをご紹介したいと思いますので、ぜひ、最後までご覧くださいね。ハッピー研究所では、幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速、マインドの法則についてご紹介していきましょう。人間には、通常2つの意識があります。意識できている潜在意識と、意識できていない潜在意識です。実はこの2つのうちの潜在意識の方が、意識全体の 90% を占めており、多くの人は残り 10% 以下の潜在意識で自分自身の全てを分かったつもりになっています。逆に言えば、意識全体の 90% を占める潜在意識に、まだ見ぬ可能性が眠っているということです。これをうまく活用できれば、劇的な変化を起こすことも可能になるんです。意識の 10% 以下しか占めていない潜在意識は、他人からやらされている感覚の、やらなければならないという外的動機、have to を生み出しています。一方、90% 以上を占めている潜在意識の方には、自分自身が本当にやりたいこと、こうありたいという内的動機の want が眠っています。have to で物事に向き合ってしまうと、あなたの中に眠っている 90% 以上の潜在意識を味方につけることはできません。have to は、むしろ後ろ向きに作用し、エネルギーを削いでしまうのです。自分で、こうありたいんだ、という未来に向けた意識、ウォンと思っていなければ、いくら進もうとしても進めないという事態を招いてしまいます。この、こうありたいというウォンとは、マインドの法則の重要なプロセスの一つです。すでに明確なウォンとが見出せている方もいれば、自分のウォンとがもやもやとしてわからないという方もいるかもしれません。ここでは、自分のウォンとを探す方法を一つだけご紹介しましょう。自分の成功体験や、今まで自分がワクワクドキドキしたもの、
感動したものを振り返ってみる。そういったものの中に自分の真のウォントがある可能性があるんです。以前ブティックに勤めていた S さんは、お客さんに S さんのおかげで素敵なコーディネートができたよ。S さんに任せると失敗がないからこの店に来るんだよ、と信頼され喜ばれる。そんな嬉しい体験をしていました。S さんはそうした過去の成功体験の中から自分の喜びや感動などポジティブな感情を想像し、潜在意識に眠るウォントを見出していきました。それは、自分は人が好きなんだ、ただ商品を売りたいのではなく、人を喜ばせることができるからこの販売という仕事をやっているんだ、というものでした。このウォントを見出してからというもの、 S さんの接客パフォーマンスは明らかに変わっていったそうです。単に物としての商品を販売するのではなく、お客様のライフスタイルに合わせた様々なものをコーディネートするといった、お客様の喜びにつながるプラスアルファの付加価値を提供し始めたそうなんです。これはやらなければならないというハフトゥーの考え方ではなく、こうありたいというウォントでなければ実現しないもの、潜在意識に眠る真のウォントを言語にして意識できるようになると、それを前に進めるエネルギーが湧いてくるんです。自分はこうありたいんだ、こうなりたいんだというウォントが分かってきたら、そのイメージを頭の中でさらにビジュアル化していきます。これがマインドの法則の一つ、イマジネーションです。イマジネーションは過去でも現在でもなく、未来の自分を描ける極めて自由な世界です。現在、過去、未来という言葉が出てきましたので、ここで時間の流れについて考えてみましょう。我々は皆、時間が過去から現在、そして未来へと流れているという固定概念を持っています。多くの人が変わりたくても変われないのは、過去の自分が現在の自分を作り、現在の自分が未来の自分を作ると考えてしまうからです。でも、そうではないんです。今この瞬間は、1時間後には過去になります。そして1時間先の未来も、1時間後には現在になります。そうやって時間を捉えてみると、未来から現在、そして現在から過去への時間の流れが感じられますよね。今、この瞬間も、もうすでに過去になっているのです。そして、どの時点にリアリティを持つかによって、心の状態も変わってきます。過去にリアリティを持つと、心は停滞してしまいます。現在にリアリティを持つと、今やらなければいけないことに追われてしまい、心に余裕がなくなってしまう。未来にリアリティを持って、こうありたいと思うこと、未来思考の心が今の行動を変えていくのです。野球選手がファインプレーをする瞬間も、流れ星に願い事を言うことも、常に未来を想像しているからこそ体が反応するんです。先ほどのブディックの S さんは、自分のウォントをビジュアル化した様子を心のスクリーンに映し出していきました。接客している時の自分の誇らしげな表情、にこやかな笑顔をしているお客様、そしてその笑顔を見た時の自分に湧き起こる感情、それらのイマジネーションを膨らませていきました。そうすることで、想像上の人格が未来にあるべき記憶として、その人の潜在意識に蓄えられていくのです。こうありたいと望む未来への道筋となっていく記憶として刻まれていったのです。イマジネーションによって、自らが望む未来を心に強く思い描くことで、現在のあなたまでも大きく飛躍させることができるのです。次のマインドの法則は、マインドビューポイントです。マインドビューポイントとは、その名の通り、心の視点を意味し、自分の心を置く高さと、そこから見える視野という考え方です。例えば、職場の上司との折り合いが悪かったり、叱られたりした場合、マインドビューポイントが低いと、目の前の現実しか見えず、言葉そのものに反応してしまいます。ですが、マインドビューポイントを高く引き上げることで、心に余裕が生まれ、叱られている自分を高い位置から客観視し、自分の気持ちや上司が怒っている理由を客観的に見極め、その背景を読み解き、冷静に応答できるようになります。マインドビューポイントをコントロールできるようになり、マインドビューポイントを引き上げることで、心の自由が得られ、パフォーマンスを大きく伸ばすことができるんです。先ほどのブティックの S さんは、それまで、その場で商品を買わずに帰っていくお客様にはあまり興味を示しませんでした。
ですが、マインドビューポイントを高めていくことで意識が変わり、お客様の視点に立って相手が何をしてもらいたいのかを十分にイメージすることができるようになりました。そこから意識は全く変わったんです。購入されなかったお客様の名前もリストカードを作成し、メモを取るようになりました。そして、どんなお客様にも、あなたは特別な存在です、という気持ちで接することができ、今後も責任を持って対応させていただきます、という意識で名刺をお渡しする。今だけではない未来のこと、自分だけではない相手のことを考えることができるようになったのです。こうありたいという思いであるウォント。そのウォントをより具体的に想像するイマジネーション。そして心の視点を持ち、心を俯瞰してみるマインドビューポイント。この3つはマインドの法則の重要なプロセスです。マインドの法則は誰にでも実践できますし、決して難しいものではありません。年齢や性別、職業、そしてその人の性格や資質も選びません。あなたもあなたの中に秘められた可能性を発見し、人生を劇的に変化させてみませんか？マインドの法則はいかがでしたでしょうか？とてもロジカルな法則なので、その考え方が理解できてしまえば、あとはそれに向かってトレーニングしていくだけだと思います。いろいろな企業の社内研修などにも利用されているというのも納得です。本格的に身につけるためにはトレーニングが必要なのかもしれませんが、本書を読んで考え方を知るだけでも十分効果があると思いました。気になる方はぜひ手に取って見てみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。